マレーシア軍は、マレーシアの軍隊。国防予算は39億6、0ドル、総兵力10.9万人。陸軍兵力8万人、空軍機226機、海軍艦船79隻。宮殿を警備するマレーシア陸軍、この余兵。ヒジャブを着用したマレーシア空軍の女性兵士、マレーシア軍は、マレーシアの国土と国益の保全を目的とした。 組織である。マレーシアは、マレー半島が、イギリスの植民地であった英領マレー時代に、日本軍が、マレー作戦を行って、以降は、本国に対する直接侵略の危機に直面してはいない。しかし、一時は同じ国でもあったシンガポールとの間には、小さいが、向上的な政治的圧力を抱えており、また、インドネシアのスカルノが、マレーシア連邦を、イギリスによる、 新植民地主義として非難して以降、インドネシアとの間にも対立関係が存在する。南沙諸島をめぐっては、他の東南アジア諸国と対立するとともに、中国、台湾の勢力慎重に直面している。マレーシア独自の軍事力の起源は、1915年から1936年にかけて結成されていたマレージ地主義遊軍に遡る。その後、 1933年には正規軍としてマレー連隊の創設が認可された。1933年の時点では少佐に指揮された実験中隊に過ぎなかったが、1941年末にはニコリョダンがイギリス連邦軍の一員として日本軍と交戦していた。また戦後にマラヤ共産党が引き起こしたマラヤ危機に対処する間に、 さらに7個大隊にまで拡張された。現在のマレーシア軍は、本土防衛と周辺海域の紹介、低強度紛争対処に重点を置いて、バランスの取れた軍事力となっている。また、シンガポールやインドネシアと同様に、海空軍力の増強に努めている。イスラム教国であるため、ムスリムの女性兵士はヒジャブを着用する。航軍中のマレーシア陸軍部隊。 第10空挺旅団の隊員。EN ・マラジアン・アーミーも参照マレーシア陸軍は、マレーシア軍のうち陸戦を主とする部門である。陸軍総兵力8万人のほか、4万人の即応予備役がいる。他の東南アジア諸国の陸軍力と同様に、比較的軽装備ではあるが、少数ながら、良質の気候火力と十分な沿線火力を備えている。 陸軍の主力戦闘部隊は、野戦軍の励下において5個師団を編成している。このうち、第1師団及び2019年に新設された第5、師団は、ボルネオ島に、残る3個師団は、マレー半島に駐屯している。また、特殊作戦軍、第10空挺旅団及び、航空軍はこれらより独立して、陸軍司令官の直接指揮を受ける。 マレーシア陸軍は18の連隊と隊を有している。これらは機能別編成をとっており、事実上の管理単位であって、連隊を構成する拡大隊は、指揮系統としては、師団司令部の霊下にある。また、このような性格上、陸上自衛隊の連隊とはかなり異なるものとなっており、例えば、統合連隊として扱われる王立マレー連隊は、警布票、機械化布票、 空挺を含めて25個大隊を有している。A 連邦加盟国として集団的自衛権を活用するために国内に駐留する。その他の部隊としては、かつて海峡植民地として栄えたペナン州にオーストラリア軍部隊の駐留を認めている。この地域は対岸にインドネシア領を望むマラッカ海峡が存在し、戦略上の要衝であることも関係している。主力少獣は、 ステアー・オーガストだが、将来的には M4 カービンによる代替が計画されている。また、一部の空挺部隊、特殊部隊では、H&KG36C などが使用されている。気候火力の主力は、スコーピオン系戦車26両、シブマス総輪火力支援車184両だが、主力戦車として、ポーランド製の PT-9140 両が調達されている。また、 これに随伴する装甲車として、アッコブマイナス300不評戦闘車211両、K-200 寄付不甲兵員輸送車111両、コンドル送輪装甲車400両が配備されている。遠戦火力としては、牽引砲が G555mm 榴弾砲28門、FH70155mm 榴弾砲15門、 オートメラーラモット 56105mm 榴弾砲200門、自走可能なものとしては、アストロズ 2MLRS36 両とアッコブ S300 120mm 自走迫撃砲8両がある。また、降射火力としては、短距離用のレイピアミサイルシステム、近距離用のボホース 40mm 機関砲、エリコン 35mm 機関砲のほか、 携帯式地対空ミサイルシステムとして、イギリス製のスターバースとパキスタン製のアンザ、中国製の FN-6 が配備されている。アメリカ海軍駆逐艦を先導するマレーシア艦隊、マレーシア海軍艦艇一覧も、参照マレーシア海軍は、マレーシア軍のうち海洋船を主とする部門である。海軍人民1万9、561名、艦船隻数79隻。 マレーシア海軍の源流は海峡居住地海軍志願予備役に求められる。これはイギリスの植民地政府により1934年4月に創設されたもので主としてシンガポールの防衛を目的としていた。その後、このマラヤ海軍と呼ばれた部隊は増強を続け1941年の時点ではイギリス海軍の根拠地防衛を目的として 1450名の兵力を有していた。対戦後、経済上の理由から一度は解体されたが、マラヤ危機に際して1948年12月再編成された。この新しいマラヤ海軍は主に練習艦として使うため、リバー級フリゲート一石を与えられた。1950年までにマラヤ海軍の艦隊には、さらに、 日本海軍から接収した機雷敷設艦や戦車用陸艦、改装した漁船、魚雷回収船などが加わっていた。そして1963年、マレーシアの創生に伴って、マラヤ海軍は現在のマレーシア海軍に改称された。現在のマレーシア海軍は、東南アジアで最も大規模で、また最も先進的な海軍の一つであると、みなされている。 その洋上兵力の主力となるのは、イギリス製のレキュー級フリゲートとドイツ製のカスツーリー、旧フリゲート核2隻であり、レキュー級については、発展型2隻の建造も計画されている。排他的経済水域の紹介用として整備している、下級紹介館は、必要に応じて武装したコルベットとして、改装することができ6隻取得している。また、フランス・スペインの設計、 建造によるトゥンク・アブドゥル・ラーマン級潜水艦2隻の取得により潜水艦戦力も獲得した。変態飛行する会 A-18 戦闘爆撃機 EN ロイヤル・マラジアンエアーホースも参照マレーシア空軍はマレーシア軍の内航空船を主とする部門である航空機226機。世界の先進的な航空機を保有しており、 東南アジア地域では有数の空軍力を誇る。マレーシア空軍を有名としたのが、アメリカ製とロシア製の戦闘機を並行して導入するという決定である。これは、一方の陣営に兵隊を依存することで、マレーシアの政治姿勢を拘束してしまうことを避けるための決定であった。これは、企画を共有せず互換性を欠いた機種を保有することにより、整備体制には、 大きな負担を強いることとなったものの、現在のところ運用状況は良好である。主力となる戦闘機は、アメリカ製のイ、A-18D 戦闘爆撃機及び、ロシア製のス3 0 m k m 戦闘爆撃機、そしてミグ -29 ノルマル溶撃機である。旧式のス -5 戦闘機は、概ねこれらに更新されて退役したが、偵察用の RF-5E のみが運用を。 継続している。また、回マイナス5と共に運用されていた A-4 攻撃機も BAE ホークマーク208系攻撃機によって更新された。ホークマーク208は練習機ベースのアオンソクジェット機ながら AIM-120 アンロムの運用能力を持ち限定的な防空任務も可能である。航空輸送戦力の主力は古典的名作である C-130 であり、極地輸送のためにカーサ CN-235 も運用されている。また、より強力な輸送戦力として、エアバス A400M の導入も計画されている。これ以外に、用人輸送用として、脱走ファルコン900と、ボンバルディアグローバルエクスプレス、ボーイング737を、各一機保有している。2015年3月エアバスより A400M を、 受領したと発表した。上記3軍は以下の特殊部隊を有している。これらの特殊部隊は黒いアサルトスーツや常実の H&KG36C や H&KHK416 などヘッケラーコフ補射性の消火器といった装備を支給されている。ありがとうございます。